中部経済連合会の水野です。よろしくお願いします。中部圏の持続的な発展においては土地の産学官が連携をいたしまして、まあ、高いシナジー効果を生み出してさまざまな課題を解決していくことが不可欠だというふうに思っております。中部DX 推進コミュニティはデジタル化 DX 推進における広域の産学官連携活動でありまして、私どもとしては産学機関の行政区域を超えた共同が進むことについて大いに期待をしております。特に今年度はソフトピアジャパンさんをはじめ各県の産業支援機関の交流対話が活発に行われたというふうにお聞きしておりますけれども、まあ、知見やノウハウの共有によりまして支援の高度化や行政区域内の事業者に限定しない支援メニューの提供など事業者が活用しやすい仕組み作りにもつながることを期待をしております。それでは私どもの取り組みについてご紹介させていただきます。私どものですね、中堅連のデジタル人材の育成に向けた活動は、2021年2年前ですねに開設いたしましたウェブサイト中部圏デジタルの進めによる情報発信の取り組みから始めております。この取り組みは近年国レベル地域レベルにおいて官民を問わずさまざまな機関によってデジタルスキルを学べる講座が開設されていますけれども、2021年頃にその広がりが一気に加速をして、環境が整備されつつあったため中部圏の産学官で連携をして各地で開催されているデジタルに関する研修やセミナーの情報、オンライン学習、試験、検定などの情報を一元的にまとめて発信をして利用促進を図ることといたしました。2022年度からは情報発信の取り組みから実行活動にも幅を広げまして DX 推進人材の育成を目的とするワークショップの開催、経営層への意識づけを目的とする講演会、人材育成部門の支援を目的とするセミナーの開催など名古屋イノベーターズガレージを舞台にさまざまなプログラムを指導させました。次のスライドによりまして順にご紹介をいたします。1つ目は昨年12月から2月にかけて6回シリーズで実施した DX 推進に取り組もうとしている企業の担当者向けに開催した実践型ワークショップ、そろそろ始めよう DX です。このワークショップではデジタル化にとどまらずマーケティング知識やサービス設計の方法などまあ、DX の X ですねに相当するトランスフォーメーションを意識した内容となっております。参加者から好評を得ていることから来年度も実施を予定をしております。2つ目は経営層対象に将来の価値創出につながる先端技術の動向や、ビジネスへの影響関わり方を知ることができる講演会の開催です。昨年6月は量子コンピューター、1月にはメタバースをテーマに業界の第一人者を講師としてお招きし講演会を開催いたしました。来年度はデジタルの先端分野に加えましてスタートアップを対象にサイバーセキュリティをテーマに加えた企画を予定をしております。それから3つ目でありますけれども企業のデジタル人材育成部門の支援を目的に他社の先進事例を知り得る機会や業界の垣根を越えた交流機会の提供を目的としたセミナーの開催です。2月に開催したセミナーでは DX によって付加価値を高めた事例の紹介として会員企業2社の方にご登壇をいただきデジタル分野におけるリスキリングの考え方や各社のデジタル人材育成の取り組みについての発表をしていただきました。その後の第2部では実際にデジタルを学んだ方々をお招きし学習のきっかけや学習の方法などについて語るトークセッションを実施するなど中部圏ではあまり例のないユニークなイベントとなりました。参加者からは今後の自社における人材育成のヒントを得ることができたとの声もいただきました。本日はセミナー第1部のダイジェスト映像をお持ちしております。3分強
の短い動画ですけども、本日ご参加の皆様にもご覧いただき、雰囲気を感じていただければと思います。先輩方がこう培ってきてくれたものを、まあ、新しいこととしてですね、さらに進化をしていくというようなところで、データだったりデジタルっていうところも活用しながら、次の世界にこう踏み込んでいくということをやっています。それの一つがもう AI の開発っていうところになっている。ビジネスのあらゆる局面においてデータっていうものがあるよねと。このデータっていうものを収集して利活用していくっていうことが、自分たちのためにもなるし、お客様のためにもなるし、ひいては社会のためになっていくよっていうところを信じてますと。データを活用するためには、IT のリテラシーっていうのは必ず必要になってくる。これはインプットにしてもアウトプットにしても両方ですね。必ず必要になってくる。なので、自分の仕事をしている現場、自分の仕事をしている周り、すべてにおいて活用ができるものであるというふうに認識をして勉強していこうというようなところですね。全社員に対して、G 検定の取得を、奨励をしました。そういう奨励だけでなくて、取得費用とかも会社が持ってくれるという、もうなんか非常に素晴らしい形ですし、勉強もですね、社内で推奨していただいているというところで、先に取ったメンバーとか、今から取ろうよっていうメンバーとかが集まって勉強会をそれぞれ朝だったりとか、お昼だったりとかするっていうようなことが起きている。そしてですね、まあ、社員398名という中のうち、G 検定87名合格というですね、まあ、これぐらいの規模の会社で、しかもIT っていうところをメインにしてるわけではない会社で、これだけ合格してるっていうのはなかなかないんじゃないかなっていうのはちょっと自負しております。自然言語処理技術と画像処理を活用した EC とかマーケティング技術の開発が広げていっているというところがあります。これが何かというと、チラシみたいなもの印刷させていただいていて、チラシってどこにどれだけ撒いたらどれだけ売り上げが上がるのかっていうところで、この EC とちょっと違ってかなりリアリティのあるものになるんですけれども、そうするとどれだけお店に来てくれて、チラシに載せた商品がどれだけ売られるのかみたいなところって非常に重要だったりするんですね。で、その時にどんな言葉でチラシに書いてあると売れるのかだったりとか、どんな画像の写真を載せると売れるのかだったりとかっていうのが重要になってくるので、そういったところをきちっと分析して、その分析結果っていうところをリアルな場だけじゃなくて EC とか活用していきましょうっていうのを開発スタートしているといます。やっぱりポイントは DX の活用側と DX の推進側両方あって、それを両方ですね、の人材を高めていかないとなかなかいけないですよね。一方で生産現場というのは、もともと工場の生産管理をしていた方がこうしたことに踏み込もうということなんで、これリスキリングになるんですね。階段を示して登っていただくような取り組みが必要で、これ会社の大きな組織だけではできなくて、生産部門そのものがどういうことを教えて技術を身につけていただけばいいかをデザインできる必要があるという意味で、推進側が全社組織ではなく部門になければいけない。こうした DX ならではのいわゆる技術者教育とは違うスキルセットが必要になるということで、やっぱりデータサイエンス AI の専門技術だけでは進まないという多面的な人材育成必要ということでと考えております。データサイエンス実は15時間ぐらい勉強すると結構いけるようになって、100時間ぐらい実践するとまあまあできたっていう感じになるよということなんですけど、昔はそうじゃなかったと思うんですけど、今の時代といわゆるソリューションが発達してきて整備されてきて、本当にそういう時代になってきてると思います。はい、ありがとうございました。来年度もセミナーの開催を予定しております。その際には、ぜひ皆様にもですね、ご参加いただければと思います。さて、中経連は2023年度も本日お伝えしました情報発信や様々な実行活動について、内容を進化させながら継続的に実施してまいります。すべてのビジネスパーソンのデジタルリテラシー習得による全体としての底上げ、それから DX 推進人材の増加、経営層に対する DX の意識づけに向けた取り組みなど、中部 DX 推進コミュニティをはじめ、広域の産学官の方々と連携をして、精力的に推進してまいります。私からは以上です。ありがとうございました。